明治安田生命 J1 リーグ第31節ベガルタ仙台と清水エスパルス、両チーム残留争いから抜け出せるか、大事な一戦です。 J1 残留に向け今日の勝ち点が大きな意味を成します。生き残りをかけて両チームの直接対決です。仙台のスターティングメンバーです。予想フォーメーションは 4-4-2 のシステムです。このシステムでマテと平岡のセンターバックコンビはこれで14試合目、鈴木さん、不動のものになっています。はい、マテが入ってからディフェンスは安定感を増しましたよね。まあ、4バックのシステムでこのコンビでの失点というのは平均 0.7 点、硬いですよね本当に。はい、清水の予想システムです。 4-2-3-1 のシステム、前節退場処分を受け出場停止となっていますファンソッポの代わりに立田がセンターバックに入りました。また仙台戦で2ゴール上げていますドーグラス、ワントップに入る予想となっています。鈴木さん、やはりまず攻撃ではこのドーグラスが起点になりそうです。はい、今日も前線でどれだけポイントが作れるかというところがポイントになると思います。はい、松原です。道淵の対応、松原、ドゥトラ小刻みにステップをしてドーグラスへ収めた、シュート、枠を捉えられませんでした。ただ迫力あります。はい、道淵がカットしています。裏へのボール、長澤、二見の対応、元仙台の選手です。松原、高い位置で奪った仙台、ハモン・ロペス前を抜いて左足シュート、大久保ビッグセーブ、右手一本で止めました。ハモン・ロペスの強烈なシュート、最後は右手一本、大久保いいプレーを見せました。このコーナーキックからマテは3ゴール上げていますが、ヘディング、ここも大久保、ハモン・ロペスだったでしょうか。はい、まあ、前節はドゥトラ、ファンソッポの退場を受けて開始早々に交代するというね、はい、部分もありましたから、今日のこの一戦への思いというのは強い部分あると思います。さあ、ハモン・ロペスから中央、シュート決まった、うん、関口、先制点は仙台、大事だ、大事な先制点、ホームの仙台が奪いました。奪って右サイドを奪って、ハモン・ロペス、いいところに入ってきてますよね関口。右で使って左サイド、右で作って左サイドというのは結構あったんですけどもね、ここまでいいタイミングで入ってきましたよね。ただ後ろから激しい守備、関口が奪って、そして富田から左サイド、うん、ハモン・ロペス繋がりました。一度収めて、中には3人、クロスを上げて長澤ヘッド、うん、大久保、ここは大久保再びセーブしました。追加点は許しません。ボランチの竹内、そして起点のドーグラスが絡んで、最後西澤へパスというところでしたが、さあ仙台もチャンスを迎えます。道淵、うん、中央、ハモン・ロペス、そのハモン・ロペス左足、バーの上を越えていきました。待ても3ゴール上げています。ニアサイド、スラセ、平岡、うん、仙台追加点、古巣相手にこの平岡が貴重な貴重な追加点、今シーズン2試合ぶり2ゴール目となりました。平岡、竹内、左サイド松原いますが、竹内一人で行く、シュートまで持っていきました。ここは小で打開しました。はい、一つの方法ですよね。現在リーグ戦3連敗中、これ以上の連敗は避けたい清水。2対0、1点ビハインド、2点ビハインドの中、中央ヘッド、いいタイミングで入ってきましたけどもね、枠に捉えることはできませんでした。はい、こじ開けたいですよねこの時間帯。このシュート、うん、スモビク、ポスト左に外れています。ここで今長いホイッスル、
J1 残留争いを抜け出せるか。大事なゲームとなったこの一戦、歓喜に沸くユアテックスタジアム、ホームの仙台が共に勝ち点で並ぶ清水を下しました。これで勝ち点が38、残留争いから一本抜け出しています。